どうもリアルバキ今日です。はい、今日はですね、大会の10日前ですね。午前のちょっとトレーニングを終えて、キックフィットネスの指導は終えて、午前のトレーニングを終えて、今食事ですね。食事が1時ぐらいですけどね、食事が終わりました。ですね、今週はちょっとカロリーをね、序盤の方は2日はちょっと体重が落ちすぎてたんで3300ぐらいに増やして、でそこからダウンさせます。水木金土と2500とか600ぐらいまで落として絞り込む予定です。よりですね。そして月曜日からのカーボディプリンに備えるという感じですね。で食事に関してはこういう感じですね。ちょっと食べちゃったんですけど、これ胸肉を150と、これささみ150で、あとさつまいもね、ちょっといくつか食べちゃったんですけど、こういう形でね、これ 500g のうちの今多分250とか、まあ半分ぐらい食べたところですね。まあ、こういう感じの食事を4回ぐらい取ります。1日に4回ぐらい取りますね。それでタンパク質量とかは、まあ、そこそこ補えるのかな。不足分はプロテインとかそういったもので取っていきます。さあ、今日は足トレですね。足トレもう時間がね、全然ただないから、高重量のスクワットとブルガリアスクワットやったら、その後はジャイアントセットです。また得意のジャイアントセット、これでね、一気に30分ぐらいで追い込んでいきます。それではトレーニングいきます。あ、ちなみにジャイアントセットはレッグカールやって、そこから、CC スクワット、そしてランジ、そしてなんだ、あとベンチブリッジか、この4種類を回していきます。ではね、ちょっといきます、トレーニング。足トレ後の食事です。白米 150g、 そしてサラダシーチキン 63kcal で、タンパク質 15g、 脂質もほぼない、めっちゃいいですね。さあ、これ食べていきます。
ということで本日が一日終わりましたね。うん、そうですね。まあ一日の食事はこういう感じですね。だいたいですね、今2500キロカロリーぐらいに抑えてます。今日は2550キロカロリーぐらいだったのかな。うん、そうですね、今週の食事としては砂糖を抑えてます。シュガーをゼロシュガーでほぼいってますね。うん、先週はなんだ、羊羹とかをねトレーニング前に食べてたんですけど、それを全部カットしてやってますね。そうするとやっぱだいぶバキバキになってきましたね。質感度がかなり変わってきました。最後はこういう細かいところの勝負ですかね。うん、ほぼほぼ減量も終わってきたんでですね、あとは最後のカーボディプリートと調整で終わりという感じです。ということで本日の動画はこれくらいですね。ここで終わりです。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。もしこの動画が気に入ればいいねを、そしてチャンネル登録の方もお願いします。